見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。50万部の大ヒットとなった、育ちがいい人だけが知っていることの第2弾、もっと育ちがいい人だけが知っていることがついに発売。内容は、第1弾を発売して以来、じゃあ、こういう時はどうすればいいんですか、と、多数お問い合わせをいただいた、さらに具体的なシーンでの対応。明確な決まりがないからこそ迷ってしまう日常の正しい所作&振る舞いに加え、気の利いた人なら当然のようにできているけれど、意外と教えてもらえない話し方や気遣いなど。第2弾でも、育ちがわかる、と言われてしまいそうなものばかり260項目を紹介しています。しかも、第1弾と同じ項目はないので、もっと、育ちがいい人、だけが知っていること、も必見ですね。今回は、食事中の姿勢についてご紹介していきます。黒丸食事中は頭頂部を見せない。ご一緒にお食事をしているとき、ナイフやフォークの扱い方や食べ方は綺麗なのに、どこか違和感を覚えた男性がいました。その方はフォークを口に運ぶ瞬間、下を向きすぎて召し上がっていたのです。正面に座っている私には、彼が食べ物を口に運ぶたびに頭頂部が見えることに。食事中、お皿と顔が平行になるほど首を曲げてはいけません。首から背中は一直線に、その状態のまま、お皿の上に顔が来るように腰から前傾していただきましょう。どこから見ても美しい姿になりますよ。シリーズ第2弾となる、もっと、育ちがいい人、だけが知っていること、では、普段の生活の中で、育ち、が出てしまうポイントや、どう振る舞うのが正解か、というリアルな例を260個も紹介しています。誰にも指摘されたことがないのに、実は、あの人は、育ちが、なんて周囲の人から思われているとしたら、本当に恥ずかしいですよね。今更聞けないことばかりですから、参考にしてみてくださいね。綱井恵美。